開運音楽堂。おはようございます。メロンといえば茨城県。音楽を聴けば幸運が訪れる開運音楽堂。収穫量日本一なんですよね。はい、そうなんです。どうしていきなりメロンの話なんですか？それはですね、はい、この方の影響でしょう。アイドルフロムアウタースペース、メロン畑やゴーゴー、友よ千代です。よろしくお願いします。お願いします。メロン畑屋ゴーゴー。そうですよ、あのメロンの星からやってきたサイドキックなヒーローアイドルですよね。はい、私たちメロン星人3人地球人2人からなる混合ユニットです。あれでも初めましてのメンバーさんですよね。はい、地球人として新しく加入させていただきました。地球人サイドね。あ、よろしくお願いします。お願いします。ラインナップいきましょう。はい、ポップしなないでのミニアルバムから1曲ご紹介します。ビデオが面白い仕上がりになっていますのでお楽しみに。そして町あかりのマイベスト、今回町さんが作ったのは森高千里さんのマイベストです。こちらもお楽しみに。さあ今朝も明日今日の開運音楽占いからいきましょう。果たしてあなたの運勢は。早速どうぞ。王様のブランチのエンディングテーマ、フィールネオで未来から僕へでした。アルバムまた約束をするの収録曲です。岡山が拠点のご当地アイドルグループです。今回のアルバムの中に気になる曲があります。はい、地方アイドルなんて売れない。おお、いやそんなことないと思いますけどね。うん、メロン畑屋55はメロン製のご当地アイドルでしたっけ？いえ、私たちはメロン製から来た地球のご当地アイドルです。あ、地球のでしたか。誤認しておりました、失礼しました。まあアイドル活動は、まあ、売れたいという気持ちが結構な原動力だったりすると思いますけれども、どうですか？はい、宇宙人メンバーも地球人メンバーも売れたいという気持ちはとても大きな原動力になっていると思います。とわちゃんはどうですか？そうですね、私たちは全員地球人なんですけど、やっぱり同じように売れたいという気持ちは原動力になりますね。そうですね、はい、その気持ちをパワーにね変えてほしいと思います。はい、フィールネオ、ご当地から全国へと名前を広めていってほしいですね。さてこの後は町あかりさんのマイベストです。チャンネルはそのままで。ポップ死なないでで支離滅裂に愛し愛されようじゃないかでした。謎の一味という言葉がぴったりです ね。黒いアイマスクの人たちね、はい、こう人を連れ回している割にはこうコミカルで面白いビデオでしたよね。でもあのアイマスクどっかに売ってるんですかね。あ、その点はですね、黒いアイマスク事情に詳しいこの方に聞いてみましょう。どうなんでしょう。はい、私たちのアイマスクはなかなかその辺には売ってないんですよ。先ほどの MV の方たちもよく手に入れたと思います。あ、そうですか。私たちのマスクは全部オーダーメイドなんですけど、はい、どうしてもどうしてもどうしても欲しいという方はメロン畑屋55のグッズで販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。欲しい。欲しいの。買ってあげようか。いいんですか。チェックしておきます。はい、お願いします。さあポップ死なないで、この曲はミニアルバム美しく生きていたいだけの収録曲です。アイマスクをつけて聴いてみるのもいいかもしれません。さてこの後はメロン畑屋55の曲をご紹介します。チャンネルはそのままで。
メロンバタケア55で悲しきアイドルでした。いや、いきなりトイレでうなだれているシーンから始まりましたけれどもこれは一体どういう設定なんですか？基本的に、もちろんお客さんもなんですけれども、全ての地下アイドルに向けて歌っているような歌なので、すごくその内情というか気持ちが現れたビデオだと思うんですけど、その監督が表現したいものを作ったらああいう形になったので見る方を見ていただいてそれぞれで受け取っていただければなと思ってます。なんでもじんわり伝わってきました。じんわりですよね。まあ、そして以前いらした中村祖瀬さん、そしてルタカメルンさん、元気そうですね。はい、最近どうですか、グループの雰囲気は？地球人メンバーも増えて、すごくいい雰囲気で活動させていただいてます。そうですか。まあ、去年はね、開運に誰も来なかったんですけれどもメロン畑屋55の活動自体はどうでしたか？メロンの活動としてはやっぱりいろんな影響もあって、まあ、ライブ中心で基本的にはやってるのでうまくいかないことも多々あったんですけれども、レーベル内では新しいグループが増えたり、レーベルの主催でゼップを成功させたり、新しい MV も出せたりといろいろな活動ができて本当に良かったなと思います。やっぱりこうコロナの影響っていうのは大きいんですか？そうですね、やっぱりいろんなことがうまくいかないというか、やっぱライブでもなかなか声出しとか、そっか水制限とかっていうのがある1年ではあったので、影響がないと言ったら嘘になりますね。そうですよね。でも良かったこととかもあります？はい、めちゃくちゃあって、普通のリリースイベントだと、対面のお客さんとしかお話とかができないんですけど、コロナの影響でオンラインが盛んになったじゃないですか。その時に、海外のお客さんだったり、地方に行ってなかなか来れないっていうお客さんとすごく密に逆に交流できるようになったっていうのが、そっかそっか、それはすごく私も共感できて、やっぱ海外の方もそうなんですけど、今まで男性のファンばっかりだったんですけど、最近は女性のファンも来てくれるようになったりとか ありました。やっぱりそれはいい面ですね。広がっていくんですね。そうですね、そして今年はどんな活動を予定してますか？はい、メロンバタケア55は4月の7日に川崎クラブチッタでワンマンライブを行います。すごい、たくさんの人に見ていただきたいので、ぜひぜひお越しください。ぜひお願いします。いや、感じたのはね、これまで開運に来たのはメロン星の人だったのよ。はい、ちょっとね話がこう通じない部分があったんですけれども、今日はね、なんかこううまく噛み合ってるというか、通訳してくださってる感じがして、なんか地球サイドすごく安心しました。やっぱそこは違うんですね、メロン星の方と地球人だと。ちょっとね距離が縮まった感じがして、よかったです。ありがとうございました。それではここで一旦お知らせに行きます。チャンネルはそのままで。とわちゃん、アイマスク、つけ心地どうですか？はい、結構ふわふわしてて、すごいこれつけてたらメロン製に行きたくなってきました。あ、本当ですか？はい、すごい会話だな。すごく似合ってます。ありがとうございます。褒めの言葉がつけると強い気持ちになって、守るべきものを守れると思うので、確かにこれからも活用していってほしいです。はい、ありがとうございます。ちなみにとわちゃん、今どっち、地球メロン、どっち、気持ちとしては？結構メロンよりです。あ、行っちゃうんだ、それすると、行けると行っちゃうの？不思議だもん。ちょっと帰ってきてね。わかりました。話通じなくなっちゃうから気をつけて、気をつけて。ライブでもこれファンの方つけるんですか？そうですね、ファンの方もこれ買ってつけていただいて応援していただくっていうことをすごくあります。そうなんですね。あ、でも例えば野外のライブとかだと、日差しがちょっと弱まるというか、スポーツ選手みたいな、そういう効果とかあったりします？それもあるかもしれないです。本当かな？ということで、いきますよ。土曜の朝は開運音楽堂でお楽しみください。エンディングテーマは前川清さんです。それではまた、バイバーイ。